シャンパンカクテルシャンパンカクテルとは、その名の通り、シャンパンをベースとするカクテルである。20世紀初頭には完成していたとされる、古くから飲まれてきたカクテルでもある。また、カクテルが作られてから、時間の経過とと,ともに、味が変化していくという特徴を持つ。このカクテルは、映画、カサブランカの中で、ハンフリー・ボガーと憤するリック・ブレインが、イングリッド・バーグマン憤する。 ビルザーラントを見つめながら、君の瞳に乾杯と言って飲んだために有名になった。何かの祝いに際して行われるカクテルパーティーにおいて、しばしば作られるカクテルの一つとしても知られる。ソーサー型シャンパングラスに角砂糖を入れる。角砂糖にアンゴスチュラビターズを振りかける。グラスを冷やしたシャンパンで満たす。日本ではリリットル程度のシャンパングラスを、 標準としてきたものの、このカクテルを作るのに適するとされるシャンパングラスの容量は120から340ミリリットル程度と大きな幅があるのが特徴。また、使用するシャンパングラスに関してはその形状にも特徴がある。シャンパンに含まれる炭酸が二酸化炭素として逃げて行きにくいので比較的時間をかけてシャンパンを飲んでもよい。 フルート型のシャンパングラスではなく、シャンパンで乾杯するときに用いられる、ソーサー型のシャンパングラスに作られることが多いのだ。シャンパンカクテルには、基本的に乾杯用であるソーサー型シャンパングラスが使用される。よって、このカクテルは、ショートドリンクと考えるのが妥当だろう。なお、ショートドリンクと明記している本もある。しかし、ショートドリンクとは言っても、このカクテルは、 角砂糖が溶けてゆくため、作られてから時間の経過とともに、味が変化してゆくという特徴がある。このため、いつ飲むのかは好みによるところがある。ただし、当然ながら、時間が経ちすぎると、味が劣化してゆくので、ほどほどの時間で飲み切る必要はある。稲安キ、スタンダードカクテル P65、P66 申請出版1993年2月25日。 発行 ISBN4 から405095779片方々吉春はる入門 P112 社会思想者1959年12月15日発行ありがとうございます